ね、このこちらが真横の写真、はい、でこれが仰向けの写真です、うん、ね、いろんな手が入り込んじゃってるんだけど、うん、この写真がですね、うん、割といろんなことが分かります、はい、これ心臓です。でこれ肝臓です、でこの辺に1番目の胃袋があります、うん、繊維は分かんないけどこれに3番目の胃袋があって、うん、グリッドが入ってます、うん、だからグリッド上げてないけども多分ボレーコガをグリッドの管理してんじゃないかなと思います。あ、でこれこちらが正常な子ね、はい、正常な子はこの1番目のその子に餌がいっぱい入ってるわけなんですよね、はい、でこの子もちょっと入ってくる。これはあの流動食やった後の流動食が入ってる、うん、で心臓の大きさ大きくない、年取ると結構大きくなる子多いんですよ、うん、でも心臓の大きさとか肝臓の大きさそんなに大きくないかなと思います、うん、ただちょっとねここのくびれが少ないかな、うん、ここがくびれてるんですけど、うん、そうするとこれが正常なんですね、うん、一応くびれてるけどこの子に比べるとちょっとくびれが少ないかな、うん、だからそうやって思うと心臓ちょっとだけ大きい、肝臓ちょっとだけ大きい、うん、でもまあ7歳だったらしょうがないですね、それはね。だんだん腫れてくるってことですか？そうそう、腫れてくる、肝臓腫れてくる、うん、心臓はまあ腫れてくるっていうか、心臓の場合は肥大するか拡張するかなんだけど、うん、レントゲンでは大きくなってくるっていうことですね、うん、からあと骨の移り具合も7歳の子にしたらまあまあ綺麗な移り方してますね、うん、あのね、よく体の中に腫瘍ができて転移する場合があるんだけど、うん、ワンちゃん猫ちゃんとか人間は肺に転移することが多いんですけど、うん、近くのリンパ節かね、はい、鳥の場合はまあ鳥でも肺に行くことはあるんだけど骨に行くことが多いんですね、うん、そうすると骨が真っ白けに移ってきちゃうんだけど、ちゃんとよく見ると骨の縁っこが白くて真ん中が黒く抜けてるから、うん、正常範囲の骨だとは思うんですけどね、うん、でだけどいろんなここまでしか分かりませんね、っていうのは、うん、だからいろんな機能が落ちてるかなと、心臓とか肝臓とかの機能が落ちてるなと思って治療はさせてもらってるんですけどね、うん、はい、でもまだ自分からもっとガツガツ食べると危ないですね、うん。